写真拡大。オリックス 6-0 ソフトバンク2日京セラドーム大阪。オリックスは初回に打者一巡の猛攻で4点を挙げると、投げては先発の山本が危なげない投球で2安打完封。自身13連勝で16勝目を挙げた。中嶋聡監督は、久々に初回に点を取った気がします。スチュワートはあのスピードですので見極め難しい投手、そこをしっかり見れたのは大きいですねと攻略した打線を褒めた。中でも紅林は12球粘って撃破。紅林は特にあれだけ粘って撃破、一番やってほしいことでもありますしね。序盤の援護で山本は力みなく投球できた。力みなくいけるんですけど、初回の入り方からしたら2回はちょっと気の抜けたというか、攻撃が長すぎたというのはありますよね。めったにないことなんで経験しておいてくださいということです。かっこ笑い。外野にも飛ばない投球だった。途中からコントロール系になったのでね。 100% じゃなく打たせて取る、ああいう形もあるんだなと。ああいう形でいけば球数も減る。新しい形かな。6連勝で今季最多となる貯金13。最後の月なんで、最後のところまで全開でいけるのか。駆使ししたいですね。ソフトバンクとは京セラドーム大阪で5連勝。川竹安が先発。